次期潜水艦の話をすると、もうという声が聞こえてくるようです。3000トン級対鋭型潜水艦が進水したのは、ついこの間のこと。やはり、潜水艦は、スクリューで稼働、電気に頼る部分が大きく占めています。では、今後、リチウムイオン電池の性能は、限りになく進化していきます。性能や容量アップはもちろんですが、注目は充電時間。ここにありますね。スターリングエンジンを搭載した双流型潜水艦も蓄電池装置を。交換なんてことも出るようになってくるでしょう。もしかすると、はるかに速い、ガソリンを給油するくらいの速さで、リチウムイオン電池を充電できる性能が完成しているかもしれないですね。では、気になる次期潜水艦の話を詳しくしていきます。原子力潜水艦よりも、上の潜水艦ができそうな気がするけど。2020年10月、三菱重工業の神戸造船所で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦である、対鋭型1番艦が進水し、そう、流型の次級としてこれまで、3000トン級と呼ばれてきた艦名が明らかとなった。すでに、この対鋭型潜水艦も、3番艦までの建造が進められており、防衛省が掲げていた、昨今の防衛計画大綱に基づいた海上自衛隊潜水艦の22隻体制が着々と現実化しつつある。対鋭型潜水艦は前級の双流型の鋤流。等流で実現されたリチウムイオン蓄電池搭載式の艦であり、艦体の形状もこれを踏襲したものとなっている。対鋭型潜水艦は、基準排水量3000トン、全長84メートル、全幅 9.1 メートルの船体を持ち、水中排水量は未公表だが、双流型が同4200トンであることからこれを、若干上回ると予想される。通常動力型潜水艦として、世界でも最大規模の対鋭型は、鋤流以前の双流型に比べ、非対機依存推進のための、スターリング機関を廃止した分、スペース効率は向上していると思われる。そうした狭い潜水艦内のスペース効率向上と並行し、女性自衛官の乗務を、解禁する流れから、居住区域内に仕切りを設け女性専用の、ベッドスペースなどが取られるなど、これを当初から想定した設計となっている。また、当初からリチウムイオン蓄電池の搭載を前提に設計された。対鋭型では、その充電に対応したシュノーケルでの新たな発電システムを採用しており、大容量、かつ継続的な充電を可能としている。対鋭型潜水艦では、攻撃型潜水艦としてのコアな部分、従来型より、探知能力、精度を向上させた、光ファイバー仕様の新型ソナーシステムが、搭載されており、より長距離、浅い海域でも、効果を発揮する。兵装の面では、従来艦と同様に 533mm 魚雷発射管6門を艦首部分に備えており、現在の89式超魚雷もしくはその後継として開発中であり、2022年に配備予定の18式魚雷を搭載すると見込まれる。この18式魚雷は敵艦艇のデコイなど、現行の魚雷回避手段に対処した。
能力を有し、従来型以上に先進度の海中での使用にも対応しているとされており、有線での誘導も可能なものとなっている。こうした対艇型潜水艦の使用を見る上でベースとなった、そう流型をさらにブラッシュアップした多数の要素がある反面、実はカタログスペック上はダウンしたとおぼしき項目もある。これは対艇型潜水艦では正式に公表されていないが、機関部の出力とそれに連動する水中での移動速度であり、実は双流型でも放流から若干の数値の低下が示されていた。そう、流型10番艦までは前述のように非対機依存推進のスターリング機関と鉛の蓄電池とモーター、ディーゼル機関を搭載しており、水中で8000馬力だった最高出力が5600馬力まで低下している。同様に、そう、流型10番艦までは水中の最大速力が20ノットだったのだが、最大出力の低下と連動してか、こちらも 10% 減となる。18ノットであることが公表されている状態だ。対艇型潜水艦では実際の数値は未公表であるため、あくまで推測ではあるものの、放流以降に準じた機関の構成であることを鑑みれば、同様にダウンしていることが予想される。そうしたデメリットを考慮しても、通常動力型潜水艦のあるべき姿として、リチウムイオン蓄電池の採用によるスターリング機関の廃止のメリットが大きいことを選択したことが伺える。ただ、どうしても、原子力推進の潜水艦の場合、軒並み水中の速度は30ノットを超える艦が多いため、これを配備する仮想敵国の中国やロシアに対しては、その意味で不利なことは間違いない。ただし、今後は、さらなるリチウムイオン電池そのものの能力向上やモーターの改良で、この状態が改善されることも期待され、原子力推進ほどではない、にせよ、速度面での挽回にも注目したい。原子力推進型の他国の潜水艦では、その高出力さゆえに、スクリューを、廃したポンプジェット方式が採用されている艦もあるが、これにより水中での高速度を発揮することを可能としている。こうした点から、日本の新しい潜水艦にもポンプジェット方式の採用の可能性を示唆する声もあるが、通常動力型潜水艦の出力では物理的に厳しいと考えることが現状では妥当なようだ。今後、リチウムイオン蓄電池の性能が飛躍的に向上し、現在の水準からすればかなり大幅な出力向上を果たさない限り、ポンプジェット方式の採用は絵に描いた餅のようなものだろう。ただ、リチウムイオン蓄電池に止まらず、次世代の電池としては全固体電池の研究も進められており、まだ実用化のめどは遠そうだが、現状のリチウムイオン蓄電池の3倍以上の出力とも言われている。これら電池分野の発展とともに、対艇型潜水艦のすでに次級となる艦艇の準備も同時並行で進められているので、近い将来そうした
リソース組み込んだ動きがニュースとして報じられるのかもしれない。